MLB、ML レイズ9、8ドジャース、日本時間25日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平投手は24日、日本時間25日、本拠地、レイズ戦に1番、指名打者で出場し、5回に2試合連続となる41号ツーランを右翼ポール際に運んだ。大家の打球が飛び込んだすぐ近くのフェンスには、ヤクルトの広告が掲示されており、思わぬ形で実現した日本企業との、 コラボ2ファンはまさにヤクルト団などと興味を示している。実際の映像、大谷翔平の41号で最高の宣伝効果、バッチリ映った日本企業、過去にはダイソーも1点を追う5回1・ c 1塁。右腕ブラッドリーが投じた低め変化球に泳がされながらもうまくバットで拾った。右手1本で運んだような打球は右翼ポール際のスタンドへ。 逆転の41号だ。打球速度96.7マイル、約155.6キロ、飛距離338フィート、約103メートル、角度32度の一撃だった。大屋の打球が飛び込んだすぐ近くのフェンスにはピンク地に白い文字で、ヤクルトの広告が掲示。日本企業の広告が大谷団によって中継映像にバッチリと映り、X、旧ツイッター、Twitter 上でファンは、大谷さんホームランはヤクルトの看板に。ヤクルトの看板に目がいってしまった、まさにヤクルト団、ヤクルトの広告が映って嬉しい、ヤクルト大谷翔平、などと喜んでいた。大谷は7月21日、同22日、日本拠地で行われたレッドソックス戦で30号ソロを放っていたが、この打球は宇宙艦スタンド最深部にある、ダイソーの看板の上を抜けた。 この時も473フィート、約144年2月メートルの飛距離だけでなく、ダイソーの看板も映ってるけど、どれだけの宣伝効果になるのか、ダイソーの広告効果えげつないと話題となっていた。